あのね、番組初解禁曲をね、はい、ちょっとね、置いていきますから。はい、楽しみですけど。あのね、5月23日発売、椎名林檎さんのトリビュートアルバム、アダムとイブのリンゴというね、あの椎名林檎さんのトリビュートアルバムがあって、そこに、あの、我々がね、参加してるんですよ。1999年リリース、椎名林檎さんの結構あの、代表曲でも一つあります、はい、本能をライムスターがカバーというか、トリビュートしてるんですね。はい。プロデュースはね、トラック作ってるのは久々にミスタードランクことマミー D が、うちのメンバーマミー D がやってます。はい。あのね、本能をこういう風に読み替えるかっていう感じのね、はいはい、あれになってます。結構、まあ、あの、今風ヒップホップ寄りのモードに寄せてて、はい。歌詞も、あの、椎名林檎さんのその元の歌詞のね、あの、あれを踏まえた、1番、2番踏まえて、特に僕の2番の着地、椎名林檎さんの本能といえば、はい、本能といえば誰もがこれを思い浮かべるだろうっていうところの着地。あと3番は、僕と、はい、あのマミー D の掛け合いになってて、ここで一気にね、はい、エモーションがあの盛り上がる感じになってて、ここも聞きどころ。あとサウンドは、はい、イリシット坪井さんというね、エンジニアによるですね、めちゃめちゃワイルドなミックスになってますんで、こちらも聞きどころでございます。はい。じゃあこれ、聞いてください。山田君、一緒に聞きましょう。いやいや、一緒じゃない。いや、聞いて。はい。歌丸さん、どこ、ライブスターで本能。歌丸さん、歌丸さん歌丸さんかれ合うのさ似た者同士忘れかけてた獣の匂いがシーストシーズナイダー満たす時もう君の心はそこにはないんだそうでしょマキンダの果実 You say君の顔に刺す月の満ち欠け規則正しい命の湯加減司る影まさに時計仕掛けさながら神の下手な自画像絵の具じゃなく肉で描くピカソみたいに我らを作りた猛体獣たちに組み込まれたもんだただし人はと格闘を回り頭から落とし穴にはまり槍の残したことばっかり気がかりこの出会いも気がかりだから今すべてを吐き出すために溜めたマグマが吹き出す殺すような歌が部屋を満たすまるであの日がラスト叩き終わったな止めても止め合う病理突き詰めようぜ科学者のように守れやしない尺師丈夫な行儀権領域に高まる動機熱そびた臓器ほとんど病気正気など遠くに放棄 Slow down熱くなりすぎ高ぶりつつも予想いな落ち着き深い部分に手出しちゃリスキー分かってたって遠いやミスキーそうさ俺たちはすでに依存症彼女に見抜かれちまった本性もう隠しはしないさこれが本能 Like this Like that Like this
聞いていただいたのはライムスターで本能でした。皆さん、確かに目の前から歌丸さんがいなくなりました。これからは一度お知らせを挟んで体制を整えていきます。